構背骨もうねうねしちゃってますね。ここが見られます。なぞられてて分かりません？スーッと降りていかないでこうくねくねしているのが分かりますよね。川のように川です。本当にうねうねがどうなったか。うねうねかなりスーッとしましたね。綺麗になりましたね。カーブが、カーブなく減りましたね、だいぶスーッとまっすぐで、はい、こんにちは。今日は前回からそんなにね、負けずで、ちょうど1ヶ月ぐらいです。そうですね。どうですか今日は。なんか肩周りが痛くて、肩切ってからちゃいました、凝ってる感じで。多分そうです。わかりました。じゃあよろしくお願いします。お願いします。着替えていただいたんで、お願いします。うつ伏せに寝てください。お願いします。足怪我したんですか？これ靴ずれしちゃいました。靴ずれなんですね、あらあら。肩首、前回から、前回受けた後はどうでした？あ、しばらく楽になって。あ、しばらくは。でもなんか、抜け殻状態にしばらくなって、ほわーってしちゃって、なんか頭がずっとぼーっとしてなんだっけ、なんか電車に乗りすぎちゃったから、お財布落としちゃったんだ。お財布落としちゃったんだ、そうだ、でも見つかったんですよね。そう、よかったです。よかった。なんかちゃんとした人が拾ってくれてよかったですね。よかった集中力がね、下がりますからね。いや、背中すっごい張ってますね。そうなんです。ね、ポコっちゃうんですね。そうですね。ね、どうしてもやっぱりなかなかね、難しいですよね、姿勢とかね。ぶら下がり健康器をやればいいって言ってる人いましたけど。ぶら下がり、ぶら下がり健康器、ぶら下がり健康法って知らないですか？あ、知らないです。懸垂みたいな、本当にぶら下がるんですよ、っていうのが健康にいいっていう道具があるんですよ、健康器具が昔流行って、そうそうそう、確かにいいんですよ、こう脇伸びるし、こう体力つくみたいな感じあるんですけど、まあ、でも多分モンハさんやらないじゃないですか。てかなんかムキムキになりそうじゃないですか。ムキムキになるまでやれないじゃないですか。いやだって自分の体重支えられます？結構きついと思いますよ、ぶら下がるのって。手痛くなりますよ。小学校の時なんかそういう遊具あったじゃないですか。あれはできませんでした。あ、じゃあできないじゃないですか。ムキムキどころかできないじゃないですか。や、何回もやってだんだん筋肉がつくぐらいな感じじゃないですか。あ、そんなすぐは変わんないと思います。はい、はい、そうですよ。できない人が買ってもしょうがないですからね。背中すごいですね今日、寝違いとか出てるぐらいの硬さじゃないですか。なんかビシみたいな痛さなかったです？ああ、そうなんだ。もうよくわかんなくなってますね。あ、もう痛いですよね、触ってても、ねえ、これ今日すごい硬いですもん。なんか作用差もすごいありますし、こっちの方が張りが強いです。なんかありました？なんか安いベッド買ってからなんか、あらあら、背中が良くない。ああ、そうなんですね、確かにマシングも影響、しかも結構ベッドで過ごす時間あるんですもんね。あ、そうですね、日中もね。右の肩と、左の方が痛そうですね。ああ、そうですね、これ痛いですね。痛いです。首も、うわ、でも首すごい、もうあれですね、バキバキですね。カッチカチですね。すっごい硬い。痛いですよね。でもなんか右の方が硬そうな感じするな。どっちが痛いです？ああ、確かに首は右ですね。ねえ、首右の方がですね。なんでだろう。
ちょっとめ珍しいケースの感じになってますね。あとはでも、左ですよね、肩ね、この辺痛いですよね、はい、右はそこまでじゃないですよね、はい、うん、右が痛くて、ちょっと足も見ますね、はい、足の長さ合わないですね。そんな気がします。合わないし、なんか寄せにくいですね。すごいバッて開きますね。確かに抵抗がすごい。なんか寄らないですよね。すごいすごい抵抗ありますね。足首浮いちゃうし、ね、なんか開こう開こうとしますね。右の方がなんか足短い感じですね。はい、なんかすごいやっぱそうですね、寝具影響ありますよね。寝心地悪いですか。悪いんですよ。力入っちゃってますもんね。あ、右の方がやっぱ骨盤も高いですよね。足の長さと同じ感じで、右が、うん、そうですね、右の方が高いですよね。で、左の背中の方が盛り上がりが強くてで、なんか肩は左の方が痛くて、首は右の方が痛いになってるんですよね。はい、はい、結構背骨もうねうねしちゃってますね。ここが見られます。なぞられてて分かりません。スーッと降りていかないで、こうくねくねしているのが分かりますよね。川のように川です、本当にずっとうねうねしちゃってます。ここがっていうのではなくて、定期的にずっとこううね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 ってなみなみの背骨になっちゃってます。珍しいね。そうですね、まあいらっしゃらないこともないですけど、今日でも結構コンディション悪い方ですよね。こういう風にここまで、そうなんですね、だって痛いですもんね。押しても痛いし、ね、硬いです、すっごく。どうしよう、足ふくらはぎもちょっと押してみましょうか、うん、はい、押します。あ、痛い痛い、どっちも痛いですかね。そうですね。ね、同じぐらいずつ痛いですか。あの、同じ場所がそれぞれ痛いです。あ、はいはいはい。どっちかっていうとっていうのもないですか。今左で、右で、なんか左の方がどっちかっていうと痛そうだったかなって感じありますけど。そうです。あ、でも両方痛いです。両方同じ。ですね、まあ、確かにそんなに大きな差はないですよね、まあ、どっちも張ってる感じですね、うん、どうしようかな。首がでもあれですもんね、ここ痛いんですよね、痛い。あ、でも右の方が痛かったです。肩が左側で首右ですよね、痛いのね、はい、まあ、触ってみてもやっぱりそうですか。ちょっと今微妙になってきましたね。そうなんですよ ね、ちょっと分かりづらい感じですね。今微妙ですね。そうなんですよ。同じぐらいな感じですね、はい、肩も微妙になってますね。本当だなんかチェックの間になんかちょっともう緩んできましたねめんどくさいからですね。どっちって決めづらいですね、これ。はい、なんか足が痛かったな。みたいな。あらまあ、どうしましょうね。ちょっと待ってくださいね。右、はい、左、あ、やや右？やっぱり。そうですね。ね、種類の違う痛さ、それぞれ、そうですよね、うん、なんかどっちってちょっと単純に比べづらい感じですかね、は
ジャンル違い。ジャンル違い。対戦できないやつですね。どうしよう、肩もなんか柔らかくなっちゃって選びにくいですね。ね、最初こ左この辺かなり痛そうでしたけど、はい、今そこまでじゃないですよね。はい、なんか昨日変なおじさんにほぐしてもらって、何ですか変なおじさんってなんか自称整体が得意とか言ってる人がいてやってもらったんですか。そうなんです。その割には最初バキバキでしたけどそう、でも変に左右差あるのはちょっとそのせいなのかな。ああ、なるほどやってもらってる間はどうだったんですか。気持ちよかったんですか。気持ちよかったんですけど、なんかお尻が多めでした、はいはい、あなんか趣味が入ってそうな。そうですよね、だから自称なんですよちょっと認定するものがないんですね。そうです、自称だけど自称どうしよう、首もなんか見ますね。でもやや右ですかね、やっぱりね、はい、うん、ちょっと右からやっていきましょうか。前にこう太った、はい、あ、ごめんなさい、手こっちですね。お、これでお願いします、はい、前にこう太ったから、はい、アメリカ人になったから、はい、なんか寒くないっておっしゃったじゃないですか、はい、それはどうなったんですか。今痩せたじゃないですか。あ、なんか気温差が体の部分部分によって出るようになって、はい、お、手のひらはすごい熱いのに、ええ、二の腕がめっちゃ冷えてるとか、あ、肌つきが出てきました。あ、自律神経乱れてますねそうなんですよそうですね。え、じゃあなんか体感では熱くて仕方ないけど、はい、体触るとすごい冷えてたり鳥肌立ってたり、あ、自律神経が乱れてますねちょっと顕著になってきます。顕著ですね熱く感じるのに鳥肌ってちょっとビビりますね。やばいですね、これ聞いたのかなみたいな。はい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 。うーん、じゃ今やっぱり体的にはちょっとコンディション良くないですね。でもこう前よりそういうことに興味持ったり把握したりできてるのが私はすごいいいところだなと思います。あ、そうですね、前はもう悪くて当たり前だったから、そう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 、なんかみんなこういう辛い中で生きてると思ってすごいなみたいな、はい、そうそうそう、なんかこうそれをスタンダードにしちゃってましたもんね前はね。どんな悪いことがあっても辛いところがあってもなんかそれが普通みたいな感じで、 そうそう、あんまり気に留めてない様子だったんで、うん、それはまずいと思って悪くても分かってればやっぱりね改善の余地があるんですけど、うん、それが普通って思っちゃうとどうしようもないですからね。そうですよね、うん、なんか体が悪いんじゃなくて心が弱いから耐えられないんだろうなとか、なんか、うん、あー、変な解釈をしてますねなんかみんなはすごいなってなんか内股なのも売りっ子だからとか言ってましたもんね。言ってましたねいや、まあ、にしても歪みひどかったですもんねそうですよね、うん、いや、なんか若いから歪むわけないだろうみたいな。あー、そっか、そういう誤認もあったんですね。そう、思い込みが、はいはいはい、だから今だいぶその辺は修正されてきてますよね、はい、なんかこういうものが体に良くないとか、はいね、考えるようになってくれたので良かったなって。カップラーメンとか食べなくなりました。そうそう、良かった良かった、なんか何が悪いのみたいな感じでしたもんね全部カップラーメンでもいいぐらいの雰囲気でそうですねそれはやばいですよ、はい、
のおすすめしていただいたコラーゲンのやつも、あ、はい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 、飲み続けてます。あ、どうですか。でもなんかちょっと潤いません？そうですね、ね、やっぱ飲まないより飲んでた方がいいですよね。はい、ちょっとなんか飲むのサボると調子悪いですね、うん、あ、はいはいはい、やっぱそうそう影響ありますよね。コラーゲンいいですよね。はい、痛い、これで痛いんですね、はい、揺らしてるだけだけど、もう凝りすぎちゃってるともうね、ダメですよね。これでも痛いですよね、はい、だってママさん毎日グロッキーって言ってましたからね最初。あ、言ってましたね。そうそうそう、もう拍車もう走れないしみたいな本当にこの人24歳なのっていう状態だったので。そうなんですよ。そうそうそう、なんかね、10病人みたいな状況でしたよねそうなんですそっから考えたら、だってね、当時はなんかすごい声もか細くて、で、そうそうなんかもうもっと大きい声で言ってくれないとなんか取れないよっていうぐらいのね、ちっちゃい声だったっすけど、はい、ね、しっかりなんか、だからなんかこう長い目で見ていくと元気になってますよね。そうなんですよね、うん、ちょっと凝りのひどい人ぐらいで。そう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 、これはもっとなんか、そう、もっと致命的なところがいろいろあったっすけど、はい、今はね、だって結構その仕事大変でもね、こなしてたりしますしね。はい、うん、ちゃんとなんか、だって前は結構休むことも多かったりとかね、しちゃってたんですもんね。はい、うん、なんか朝起きれないとかすごく多かったです。うん、そうですよね。しかも年々ひどくなるみたいなこと言ってて24で年々ひどくなるって、もうこの先どこまでいっているようなね状況そうなんです、ね、なんかおばあちゃんとかが言うようなこと言ってましたからねそう、本当親に電車の席譲ってます、ね、そう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 いう話してましたもんね。それ考えたらね、すごい体力とかねついてきたし、ちゃんとそういう健康管理っていうか自分でもね、そうなんですよね、やってらっしゃるから全然いいですよね。そうなんです。自覚もありますしね、ここが痛いとか、うんうん、ここが凝ったとか、なんかもう前悪すぎてなんかどこをされてもただ痛いみたいな、自分では何が悪いか分かってないみたいな。そう、なんか湿布とか貼っても効かねえじゃんこれってめっちゃ怒ってました。怒ってたんですねまあそんな湿布に求めちゃダメですよ湿布に切れてますねそうだったんですね。まあだって分かってなかったですもんね、なんか何がなんか持ってたわけですもんね。そうなんです。うん、そこがね、ご、あの、そこから誤解しちゃってるとねやっぱりなんかみんなが使う湿布で治らないのはおかしいみたいなね感じですよね700円もしたもんねまあね、700円だってね安くはないですよね。そうなんです。うん、どうですか、ちょっと痛み減ってきましたかね。はい、うん、動きは一応出てきたんで。揺れてますよね。そうそうそう、揺れが出てきたっす。じゃあ、まあこの時点でもう一回、でもさっきだいぶもうなんかなぜかチェックの時点で柔らかくなっていったりしてたんでちょっと分かりづらいかもしれないけど、肩こうですね。あ、本当、なんか柔らかい、うん、さっきよりまたね一段階柔らかくなって、はい、痛くないですね、はい、左右差もあんまりないですね、はいはい、首もどうですかね。あ、うん、柔らかさ出てますね、はい、痛み減りましたね。右、まあまだ今左の方がどっちかっていうと柔らかくて、まあ、右の方が少し硬いですけど、はい、痛いっていう硬さじゃないですね。そうですね、別人ですね、よかったですなんかでもいつも以上に足がめっちゃ開いてるのが気になるんですよね。あ、腰が良くないんじゃないですか今日。あ、腰辛くないですか。辛
ね、全部辛いって。全部辛い。まあ背中もバリバリでしたからね。はい、うん。まあベッドがね良くないとね。うん。背中から腰から来ちゃいますよね、はい、うん、まあ、さっきよりはこの背中の左の膨らみも取れて骨盤もまあ揃って、まあ、足もまあ揃うんですけど、はい、けどなんかやっぱまだ力入ってますよね。うねうねがどうなったか、うねうねかなりスッとしましたね。綺麗になりましたね。カーブが、カーブなく減りましたね。はい、だいぶスーッとまっすぐで、はい、腰がちょっと残ってますね。ここ、だから今日腰の方が良くないかもしれない。あ、うん、背中もまあすごい張りが強いからいいとは全然言えないんですけど、なんか一番良くないのは足腰の方が。かもしれないですね。なんかこう足の開きもすごいあるし、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録とグッドボタンお願いいたします。 See you.